続きました。続きましたより、皆さんこんにちは。グツでございます。夜光虫ちょっと気になるので、引き続き収録しています。前ね、切ったとこからの、2個目はセーブしたんですけど、ちょっと待って、ちょっと変えます。なんかクリアしたのになってるな。ちょっと飛ばしながらいきますね。見てないとこだけちょっと読んでいきますが。連打しなあかんか、やっぱり。これはまあ一緒でいいな。どうしようかな。なんか近藤編行ってまうねんな。近藤編のとこでね、すげえ面白いシーンが入るんですけど、多分無理やから、ちょっと変えましょうか。ちょっと怖いシーンとか行きたいもんね。これ、あれ来てないんじゃない？水木先生。ほら、水木先生はね、気持ち悪いやつがね。あんま変わらへんね、多分。これ、ガンさんが言うやつになってもらうかけど。荷物が、しまった。荷物になってもらった。これ、だいぶ武器店になってもらっちゃう。ちょっと待って。あと、戻せるか。なんか、これ分岐入ったな。ちょっと重たかったもんな。あそこ分岐になってんのかな。なんか緑になった。赤いテープな。ここで、公開日誌を書いて、死神が出たら、死神のあたりの部分に入ると思います。ほら、なんかね、変わってんな、ちょっと。どうなる？どうなる？私は今日の公開日誌をつけるため、船長室に入った。奥のテーブルに向かい、本棚から真新しい公開日誌を取り出し、その1ページ目を開いてこう書いた。これは目的地に着きますように。本船が無事に目的地に着きますように。私は祈るような思いでそう書き続けた。私は出航の時、テープの切れ端を、しおり代わりに挟み、日誌を閉じた。よかった。死神でよかった。よかった。出ないパターンの方がいい。そして、これで行くと、近藤のとこに行くんですが、近藤のとこ行っても、いろいろ、なんかね、人形です。人形伝説とかに入っちゃうんで、僕の記憶ではね、とりあえずベッド横になりましょう。とか、だいぶ変わると思うんで、ベッド横になり、翌日備えることにした。ガンさんサボってんの知らんで、今回は。翌日、私は、定例でいいのか。定例の、なんて、えー、あ、ごめん、定例の朝礼を行った後、船内の点検に出た。上から順に操舵室、看板と見て回り、最後に、機関室でいいかな。ごめん。機関室へと向かった。熱気とエンジンの音の響く中、私は異常がないかを見て回った。と、その時、足下で何かが動く気配を感じたように見られた。なんだ？この下は、もう一個、部屋みたいなのが下にあるってことなんですよね。二重底になっており、排水や、ごめん、排水やなんだ？残油、時には外からの海水を入れるタンクになっていたが、今は空のはずだ。私は懐中電灯を持って船内まで、船内ちゃうな。船底まで降りていった。さっきのとこ見に行くのかな。
ここだね。ここが二重底みたいになってる。定員まで高さ2メートルほどの薄暗い、室内にはたくさんのパイプが蜘蛛の巣のように、はぐり巡らされている。まあ、船やからね、結構いろんなパイプを伝って、まあ、いろんなことがね。当然首筋にヒヤリとしたものが触れた、まあ、水滴やね。持っていた懐中電灯の上に向けるとパイプから水が降り、落ちていた、どこか水漏れのようだと、その横を小さな影が走り去った。お、なんかすごい展開やで。ネズミか、なんだネズミか、驚かすなよ全く、さっきの人の気配だと思ったのはネズミだったようだ。気の回しすぎだな。私はタンクを出ようとした。突然の戻音に振り返った。今度こそ確かに人の気配がする。物音がした方向に懐中電灯を向けてみると、なんだ？誰だ？そこに一人の若い女性がうずくまっていた。お！どうしてこんなところに、年の頃なら18、19といったところだろうか。なんだ、肌色の、あ、ごめん、じゃあ、ごめん、褐色の肌にインドのサリーのような、民衆族か、民族衣装をまとっていた。大きな瞳に高い鼻、腰まである黒く長い髪。インドの女性は美人というが、確かに彼女は美しい女性だ。どうした、密航か。褐色の肌は彼女のオリエンタルな魅力を十分引き立てている。そしてその細い指にはトカゲの指輪をし、両手で大事そうに、彼の革の袋を抱えていた。彼女は怯えた目つきで私を見た。私が近づくと彼女は片言、日本語で話し始めた。どうか見捨てないで、見捨ててって書いてある。あ、見逃してか。どうか見逃してください。この船はインドを通ると聞きました。誰に聞いたのかな。そこまででいいのです。お願いします。密航者、私の頭にその三文字の言葉が浮かんだ。君はなんてことをしてくれたんだ。どうして密航なんか。もしこのことが他の船員に分かったら、この船は即座に、運航を停止しなくてはならない。危ないですよ。見つかると自分らは巻き添え食らっちゃうんで、知らず私の顔もこわばった、まあ、黙ってるとね、自分たちも密航者になってまうんで手伝いしたっていうのはね。そんな私に彼女は必死に、説明をした。私は踊り子でした、悪い人たちに無理やり日本に、連れられてきました。やっとの思いで逃げ出してきたのですが、母国に帰りたくても、パスポートがないのです。そんな時に港でこの船を見かけてつい乗り込んでしまいました。そういう彼女の瞳は、涙で潤んでいた。お願いです。母国では、ごめん、家族が私の帰りを待っているのです。ひらがな、カタカナ混じってな。インドまでいいのです。どうか、どうかお願いします。私は、うわー、どうしよう。これね。いや、俺こっち選ぶけど、なんかこっちの方が面白そうやな。ちょっと怒りましょう。ダメだって。ダメだ。見逃すわけにいかない。ときっぱり言った。そんな、お願いします。彼女は私の前に手を合わせた。しかし私はもう一度首を横に振った。ひどいやつだ。私の決断が変わらないのを見て、彼女は手にしていた、革の袋から何かを取り出し私の前に差し出した。ルビー、あー、賄賂やんけ。そこにはルビー、サファイア、エメラルド、数々の宝石が懐中電灯の薄暗い明かりの中でさえまばゆいばかりに輝きを放っていた。まあ、それ打ってあれやね、パスポート、これは、
もし私をインドまで、連れて行ってくれさえすれば、ごめん、私をインドまで連れて行ってくれさえすれば、これをすべてあなたに差し上げます、私の目の前で宝石がキラキラと輝いている。ルビーもあるんちゃう。だから、しかし私は再び首を横に振った。ダメだ、そんなワイルには応じない、私は彼女の手を引いて上に連れて行こうとした。ん？その時ほらルビー来たで。その時キラリと彼女の胸に大きなルビーが光るのが見えた。ユカの婚約指輪を選ぶために私は南条から宝石についていろいろ学んでいた。お前何を聞いてんや。南条は南アフリカに行くことが多かったので、宝石にもかなり、詳しかったのだ。だから彼女、ちょっと待って、あ、ごめん。だから彼女のペンダントがどれほどの価値なものかは、一目見て分かった。そんな、それは10カラットありそうな大きなルビーで、ビジョンブラッド、なんとかのね、あ、鳩の血と呼ばれる、最高、なんて、あ、最高級のものだった。すごい高価なものってこと。私は、そのペンダントは、とそう言って彼女に近づいた。ビジョンブラッドと言って彼女の胸元のペンダントを見た。うわ、どうしようかな。その、もう一個ないんかな。それを奪えとかないか。でも似たような花選択やんな。これほんま欲しがってる感じだから、こっち行きましょう。ビジョンブラッド。そう言って私は身を乗り出して、彼女を胸元にペンダントを見た。ダメ。これは我が家に伝わる宝玉。赤宝か、ごめん、赤宝。渡すわけにはいかない。私の宝石は、他の宝石、宝石なら、他の宝石ならいくらでもあげるってことだな。ダメだ。それでないともう少しよく見せてくれ。わあ、なんか選択いっぱいできたな。これすると変なストーリーに行きそうやね。これするとね、もうちょい長なりそうな感じやな。俺の記憶でなんかね、これね、なんか殺してまうんですよ。言っちゃったか。なんかね、殺してまう、そうです。なんかあんねん、シナリオが。殺してまうようなんですね。でもそれは実は、まあ、それは言わんとくか。で、わかったわかった、取りはしないって、これも死んじゃうねんけど、なんかね、その、この分岐がなんか変に分かれるんですよ。こっちのストーリーとこっちのストーリーで。どうしようかな。なんか似たようなストーリーなんですよ。入るのは似たようなストーリーやねんけど、途中、多分ね、女の人が死ぬんやと、僕が記憶で。で、それが誰が殺したかで、この選択で変わってしまうんですよ。じゃあぶっちゃけ多分ね、僕の記憶では、ダメだ、それでないともう少しよく見せてくれて、これで、あの喧嘩をするんですよ、ないと。ほんで、主人公が、まあ女の人を、まあ、殺してし、なんか事故で殺してしまうんですよね。で、まあそれを、見つからないように隠したりをするんですよ。で、まあごたごたになる話ですよ。で、こっちの方は見逃すんですが、で、まあ、ここで角丸話なのかな、多分僕の記憶だよね。で、それで、また行ってみたら、彼女は死んでるんですよ。で、誰が殺したんかって言って、自分が犯人にされそうなようなストーリーだったような気がする。どうしようかな。これなんか知ってんな。もうこっち行こうかな。わかった、わかった。取りはしない。見せてくれるだけでいい。うん。わかった、わかった。また言わなかった。取りはしない。見せてくれるだけでいい。本当に見るだけですよ。そう言って彼女はペンダントを私に差し出した。私は言った。あ、これさ、ポーラッタにすると、航路になるんですけど、まあ、素晴らしい。ポーラッタって。素晴らしい。思わずため息を漏らした。私は口の中の唾を飲み込んで彼女に言った。君、これをくれるならこのままインドまで。見るだけって言ったじゃない。彼女は私の手からペンダントを奪い取った。ダメ、これだけは。何を、あ、口論になるか、やっぱり。話して、お願い。私は知らん間に彼女に近づき、ペンダントを無理やり奪い取ろうとしていた。私と彼女はペンダントをめぐって、ゼリー合いになった。あ、結局、なんねんな。この、そう、殺してまうんですよね。彼女の思いのほか、激しい抵抗に、つい私は向きになって彼女を突き飛ばしてしまった。
あれ、なんかほとんどストーンになってるような気がするんだけどな。ちょっと違うかな。お、おい、君、そうな、こうなんですよ。あのね、どれ、ほんで、お前が殺したみたいな、どれ、誰が殺してんって、なんか最終的にはなるような話だね。お、おい、君、床に倒れた彼女を私は慌てて抱き起こした。しかし彼女はピクリとも動かなかった。しっかりしてくれ。私はいくら椅子っても彼女は意識を取り戻すようなことはない。あ、ごめん。え？意識を取り戻すようはない。なんかいい、あ、様子はない。ごめんね。私は彼女を口に手を当ててみた。息はしていない。あ、怖いな。死んでる。怖い怖い怖い。私は体中の血が引いていくのを感じた。殺してしまった。そんなバカなという思いが頭の中を駆け巡った。え、こんなことで人を殺してしまうなんて。ユカの話が出たか。私はユカの顔を思い浮かべていた。ああ、もう。突然、頭上で人の歩く音が聞こえてきた。誰か来る。私はすぐに懐中電灯を消し、じっと身を殺して足音が行き下げるのを待った。バレるか？どうやら行ってしまったようだ。私は深いため息をついた。足音が遠のくと、再び恐怖が静かに襲ってきた。そうやな、どうしようだろうな。私は今にも動き出しそうな彼女の死体をやっとの思いで、部屋の隅に運ぶと、はしごを上がり、機関室にあるストアと呼ばれる、孤独用物置に入った。あたり見回すと、工具が、一通り置いてある。ペンチ、チェーンソー、チェーンソーなんか何使うの？ペンチ、チェーンソー、自動釘打ち機かな。その中から一枚の青いビニールシートを取り出し、再び、船底に戻った。この底がね、客にしか見えない。船底に戻った。やはり彼女はピクリとも動かない。私はその上にそっと青いシートをかぶせると、震える足ではしごを登り、ハッチを閉めた。これね、えらいことなんですよ。このルートは知ってるな。デッキに出ると明るい日差しが私の目を、映し、写真か。あ、ごめん、写真、めまいがした。先ほどの出来事がまるで嘘のかのように思える。私はどこへ行ったら、とりあえず、操舵室に向かうことにした。かくまろうかな。これなんかね、その、おはようって行かれへんもんな。殺しちゃってるからね。殺してしまったから、グッズは人殺しなんで、もう戻ろう。私は実質に戻って休むことにした。もう忘れよ。とにかく、ここには、ここにいたくはない。誰とも会いたくない気分だ。みんな探してるんだ。ふらふらとして足取りで、実際へ戻る途中、操舵室の中から何やら揉めてる音が聞こえた。私は、行かない、無視。無視無視、無視しましょう。揉めてる声を無視して部屋へ向かおうとしたが、ああ、グズ船長、今殺したでしょとか言うんだ。正吉に見つかってしまった。しょうがない。どうした？何を揉めている？正吉と三谷が揉めているところへ私は入り込んだ。あ、グツ船長。奥から話し声を聞こえ、あ、ごめん、話しかけてきたのは三谷だった。実は本船の、進路上に、なんて書いてるか。成長中って何？成長中の、ごめん、ちょっと待ってな。成長中の熱帯気圧を発見しました。もう嵐になるやつが来てるってことだね。それで、正規と回避すべきかどうか話していたところです。低気圧。私はレーダーの覗き込んだ。もうやる気ないやろな、グッズは。台風としては大型というところが、はい。しかし、これ、あ、ごめん。はい、しかし、これが発達すれば、間違いなく大型の台風になります。ここは多少航路が遅れても、こちらの、多少航海が遅れても、こちらの航路を取った方が、ミタリンが海図を広げて、変更すべき航路を指した。でも、グズ船長、そこは有名な座標域です。これね、沈んだんですよね、この間は。沈んでないから、近藤のおかげで、まあ、3人だけ助かったと。
そっちの方が機嫌やと思います。三谷を押しのけて、末吉が口を出してきた。末吉の言う通り、会期でいいかな、ごめん、会期は近年最も座標事故が多いことで知らされる区域だ、岩礁区域だ。船長どうしましょうか。三谷が私に決断を、もう私人を殺してるからって、前はこっちしたんですよ。迂回して、まあ、座礁域に住んでも行きましょうみたいな感じでやったら、今度のおかげで助かった3人でしたね。末吉にしましょう。このまま直進にしよう。私はそう決断下し、部屋を出ようとした。はい。あれ、クズ船長どちらへ。いや、人殺したんですよって言いたいんだけど。いや、頭が痛いんだ。それは頭痛いやろな。後のことは二人に任せたよ。そう告げて私は自室に戻ろうとドアを開けた。すると入れ替わりに、機関長の南長が操舵室に入ってきた。あれれ、珍しいな南長。あ、ごめん、あれれじゃない、あれ珍しいな南長、お前が操舵室へ来るなんて。私は南長に尋ねた。いや、息抜きだよ。どういうことだ。お前こそどうしたんだよ。顔色が悪いぞ。いや、人殺したからな。ちょっと頭痛がするんだ。それじゃあ今はとっても、親友の顔を見ることができそうになる。お大事に。南條が半端から書いて、どういうことだ。半端、あ、半ばから書い君、あ、半ばから書い君にそう言った。言いづらい説明だな。私は南條から顔を、背けるようにして、操舵室を出た。あ、すげえ、動いてる。もうフラフラやんけ、もう。あんなこと起きたからな。私はフラフラ足取りで、なんて、ごめん、開花か。開花の自室に戻り、力なくベッドに倒れ込んだ。そして信じられない思いで自分の手を見つめた。この手で私は彼女、このことがみんな知られたら、僕は後悔しましょう。この手で、この手で私は人を殺したんだ。事故とはいえ自分がまさか人を殺すなと、夢にもなかった。まぶたの裏に彼女の血の気のない、美しい顔がぼんやりと浮かび、消えていった。ジュカラッとまた思い浮かべてるか。グッズはまだルビーを欲しがってるよね。そしてその側に、転がる血のように赤いビジョンブラッドのルビーも、切実にゾクリとするものが走る。私はその幻影から逃れるようにベッドに横たわり、頭から毛布をかぶった。いやー、そのこと、あれはすべて私の見た、一層のことは忘れ、あれはすべて私が見た白チューブ。白チューブって何、だと信じたかったよ。まあ、幻いうか夢ちゃうんかなっていう。昼間から夢を見ましたみたいな。あ、どんどん。お前ひどこさなとか言うじゃん。船長、グッズ船長。メッセンジャーボーイが激しくドアを叩く音に私は目が覚めたよ。そんなもんねな。ベッドから起きようとしたが、まだ意識がはっきりとしていないのか、足下が定まらない。電位の明かりも妙に、見にくいって、ちょっと揺れているように見える。やばいやばい。ああ、しかし机の上の灰皿が滑り落ちるのを見て、それはすぐに私の勘違いと分かった。あ、台風、来た、台風。台風来ちゃった。船全体が大きく揺れているのだ。グズ船長大変です。大しけになりました。三谷航海士が操舵室に来てほしいそうです。わかった。すぐに行く。嵐になりましたね。わかった。あ、ごめん。私は急いで部屋を飛び出した。人殺したこと忘れてちゃうのかな。雨降ってるやんけ。窓の外は、なんて、暴風雨だった。棒がね、全く潰れてない。これもなんか潰れてんな。左右の、なんだ、か
壁か、すげえそれで左右の壁に、何度も体を打ち付けながら私は操舵室にやってきた。思ってもみない速さで、低気圧は大型台風並みに、なんていうかな、発達していたようだ。操舵室から見ると看板には荒れ狂った海水が絶えず打ち上げられ、何度も船尾が大衆船首が、大波に突っ込む、波が分からない、見にくいね、こうやったら分かんないけど、突っ込む、ね、左右の揺れは、なんだだ、なんつ、あ、二重ごとにも達していた。これはかなり危険な状態になっている。船長、三谷が青い顔で必死に操船していた。さすがの三谷もこの大しけには参ってるようだ。ゲームで漢字使うのやめてくれへんかな。大丈夫か、おい末吉、機関室の南城に、この電話のね、この電話のこの電っていうのが、ほんま幽霊しか見えないな、潰れすぎて。おい末吉、機関室の南城に電話して、メインエンジンの回転数を落として、速度を抑えるように伝えろ。エネルギーの問題かな。はい。三谷は向きを変えて、船首、船首三中ごとっていうところで三か。ごめんね。三谷向きを変えて、波を船首35度向けるように、35度ってこういうか。あ、そうか。何度まで向き変えるみたいな言い方やね。漢字がこの普通に書いたらいいね。わかりにくいな。了解。了解。三谷が船の向きを変えると、揺れは少しだけ収まった。野田通信士が、船酔いで真っ青になりながら、野田通信士どっからできたんやろな。さっきもおらんかったな。真っ青になりながら、ファックスで送られてきた天気図を持ってきた。クス船長、これを。ああ、ありがとう。野田、大丈夫か。まあ、なんとか。前はなんかコックの金いいかな。あいつを心配してたけど。死んじゃったけどな。野田は口を押さえて、無線室に帰っていった。この揺れでは無理もない。私は受け取った天気図を広げた。見ると低気圧はかなり重視しており、一帯の、なんて書いてあるかな、海域が大しけになっている。この海域に他にも、大小合わせ数十数の船がおり、下手をすると、船同士が衝突する恐れもあった。ポニョっぽくなったんじゃ。グツ船長、すんまへんでした。ワイが直進しようと言ったばかりに、いや、グツがいたぞ。末吉が泣きそうな表情で私に詫びた。そうだ、お前のせいだ、どうするんだって、すげえな。よし、おころ。そうだ、お前のせいだ、どうするんだ。死体のことで頭がいっぱいだった私は、末吉を怒鳴りつけていた。お前があの時、横から口を挟まなかったら、こんなことにならなかったんだ。クズ船長、そこら辺で勘弁してやってくださいよ。乱れが止めに入った。私はその一言で我に返った。妙に気が立っていたようで、末吉に当たってしまった。すまない末吉、お前一人の責任じゃない。私にも責任がある。私は末吉に謝った。クズ船長。末吉は判別書を書いていた。そうなんだ、なんか。なーに、大丈夫。この、なんだ、これは。この程度のしけだったら、きっとなんとか乗り切れるさ。私はそう言って、なんかね、私はそう言って笑い、末吉の頭を軽く撫でると、みたいにと舵を変わった。時間とともにしけがますますひどくなっていた。まるで今の私の心のように、人殺してるからな。グツはね、人を殺したんですよ。
やばいですよ。それから私は半日ほど家事を取り、再び部屋に戻れたのは明け方だった。私はクタクタに疲れた体をベッドに、なんだ、横を耐えた。船内の椅子やベッドはそれほどが、金具で固定されているが、人間を固定することはできない。だから揺れるんやな。だから振り落とされないために、寝てる感じ、間中ベッドのヘリに足を踏ん張っていなければならない。固定したらいいのにな。なんかベルトかなんかでな。この大試験の中では到底、熟睡はできそうもなかったが、激しい疲労のために私はいつの間にかうずうずとまどろみ始めた。どうすんのあの死体。誰かが立っている。うわ、後ろに立つ少女。これなんしめてたの。そう。白いドレスにパラソル。あれは、クレオパトラかな。ユカ死んでる。ユカが振り返った。うずさん。ユカがその白い手を差し伸べた。私はその手を握った。その途端。怖いぞ。怖くないけど、キャー。ユカ、大丈夫。ただの雷だよ。相変わらずユカは怖がりだな。私は暗闇の中、笑いながらユカを抱きしめようとその手をたくっていた。ユカの指。細い手首。柔らかな腕かな腕腕でいいの腕。と、その時、その不気味な感触は私の背筋にも冷たいものが、訪れたのかな。その先がない。たぐっていった手の肘から先がプツリと途切れたように、ないのだ。手がない。うわぁ。私は暗闇の中、髪に打たれたかのように飛び起きた。なんだ夢か。うわぁ、どこだな。なんて。あ、おし、あ、おりしもってどういうこと？おりしも、ごめん、ちょ、待て。おりしも、戦争から会場の、なんて、あ、これ、稲妻の光が私のベッドの上を照らし始めた。うわぁ、出てる、どういうことだ。そこには肘から切り落とされた腕が一つシーズの上に転がっていた。しかも私はその手をしっかりと握りしめていた。あの女の手が？うわぁ。私は慌てて手を離すと、その腕はごろりと床に転がった。うわぁ。再び稲妻が走り、切断された腕を照らす。その指には私が、なんて書いてる？あ、私が殺した密航者がしていたトカゲの指輪が、なんだか、途端がわからんな。その途端、船が大きく傾いた。G が。壁に叩きつけられた私はベッドから転げ落ちた。ベッドの下にでも転がったのだろうか、あの腕はその姿を消していた。今の腕は、私は部屋の中を転がって消えた腕を探した。今のは目の錯覚だったのか、あの指輪は私がしたかのように。どれしようかな。なんか似たような選択やねんけど。あの指輪は私が殺した彼女の腕なのか。そんなバカな。彼女の死体はまだタンクルームにあるはずだ。まさか彼女が私を呪って、それとも、私の背筋に、なんて書いてある？おかんやな。おかんが走った。寒気がしたってことやね。わあ、グッズ起きろ。船が危ないぞ。南條が入ってきた。わかった。すぐに行く。私は南條に引っ張られて、操舵室に向かった。操舵室に行くと、もはや、本船は、なんて、速度を落とすだけではどうにもならなくなっていた。船の舵を取ってたみたいにと、清吉の顔は疲れ切っており、ひどくやつれていた。靴船長、本船はだいぶ潰されています。このままでは、
転覆、覆の字って同じ、転覆する恐れあります。そうなったら一巻の終わりだ。海水でタンクルームに、タンクルーム入れたらあかんのちゃうの。これ、海水でタンクルームに入れたらな、バレるんじゃないの。タンクルームにもおるよね、あの、死体が。三谷どうするって聞いたら多分三谷言うやろな。タンクルームに海水入れましょうとか言うんじゃないの。これ、三谷どうする。私は三谷の顔を見た。そうですね。端子町横揺れがひどくなりますが、船底か。船底のタンクルームに外から海水入れて、ほら、言ってるやもんね、いろいろ。重心を重くしてみれば、まあ、軽いからね、こうなんか、まあ、台風にこう、揺らされてるんで、わざと、海水を、まあ、船の中に入れて、重くして安定させるっていう感じだ。三谷がそう言うと、よし、わかった、俺がやろう。南條はそう言って、機関室に向かって走っていた。南條の後ろ姿を見送りながら、私は、今言った言葉を繰り返していた。タンクルームに移る、タンクルーム。危ない、ほら、見てみ。バカじゃない、これ。しまった、あそこには密航者の死体が。すまん、すぐに戻るからな。あ、具船長、どちらへ。私もタンクルームへ見てくる。三谷、ここは任せるぞ。ちょっと、船長。待ってね。帰ってきたな。嫁がちょっと帰ってきたな。三谷が引き止める声を、振り切り、私は南條を追って、機関室に向かった。操舵室を出ると、すでに南條はいなかった。やばいぞ。これね、犯人ね、言っちゃおうかな。いや、言わんとこ。これね、ちょっとわかるんですよ。ちょっと待ってよ。本船にタンクルームが全部で4つある。あ、そうな。各製造の下にあるのが3つと、機関室の下にあるのが1つ。おそらく南條は、船底の下にあるタンクルームから回収入れていくはずだ。こうなったら南條は彼女下にある、機関室の下のタンクルームに回収入れる前に、一刻も早く、死体を、お、3つあるぞ。死体を、どこかに移さねば、死体を捨てなければ、南條を止めなければ、南條が先に行くまでに、南條先に、ちょっと待ってくれって、他のことやってくれみたいなことを言うのか、死体を捨てなければっていう理解するのは、今、船が荒れてるから、海の中でも捨ててしまえばね、わからんっていうやつ。これは別の場所にどうしようっていう、これいっぱい失敗例やるけどな。これをしたら、それにバレるやろな、って感じだけど。これもバレるやろ。なんで止め、そう、南條から知らない。なんで俺を止めんねんって感じ。今一刻も争うのいいんだから、こうして、難しいよな。これにしようか。死体を捨てなければ、こうなれば、証拠を消すしかない。この嵐ならば、海に、陶器っていうか、陶器しても、音は目立たないと思う。多少バシャン言ってもね、もう周りバシャンバシャン言ってるから、私は急いでタンクルームへと向かった。残念ですが、ここまでにしておきます。これがね、犯人がおるんですよ。犯人おるのかな、うん、今回ちょっとここまでで、ちょっと面白くなってきたんですが、密航者編ね、これね、結構、これでもなんか話が複数あったような気がする。なんかグッズがなんか最終的にだいぶ悪くなって偉くなったりして。まあ、こんな感じです。まあ、中断しますんで、今回ここまでにしておきます。また続きはね、またすぐ、ちょっと本人が気になるんで、ね、グッズ悪いやつなんで。まあ、まあ、そういうことで、まあ、以上、まあ、今回密航者編、まあ、自分が殺人犯になるっていうストーリーでした。以上です。また見てください。また見てねー。